効果を上げるのもあるんですけども、これをきちんと丁寧に一応一応心を込めて、ちゃんと一つ一つの音をクオリティを求めていくと、膨大な時間がかかる。これ今まで学歴賞を受けたのでは、なかなか時間がかかるんですが、時間があった時に、それぞれの劇場で、多分ビスパーゼンができなくて、8年間いても、僕のベッドでもやったんですけど、これはあまりにも、ただ、悪い仕事についてたんですね。これ、聞こうと思えば、この低技術に関しては、そんなに難しいところはほとんどない。だから、簡単にできるっていう、メンタリティの上でも、あんまり良くなくて、で、まあ、僕が、そう、ザーブ検索でもできなくて、文化に行ったときに、2回行動、ただ1回目があまりに強かったので、それで2回目っていう、で、ちゃんと、まあ、勉強と、普通のオペレーションと違って、勉強だと、何か例えば、変化の結婚とかであれば、僕は、高いから10回くるわけですよね。その合間を持って、その、まあ、キャストが変わるときに、ベッドの穴とかいつも置いといて、それで練習してました。クミンの割引なんかもあって、もっとね、たくさんのクミンの方に来ていただきたいんですが、9月から始まったシーズンのおすすめポイントだとか、ございましたら、教えていただけますか。まあ、ですから、ここに僕が住んでないのに、たぶん一番の原因だと思うんですけど、もっともっと一緒に何かできればな、できればなっていうのは、皆さんがこういうと、決める形じゃなくて、例えば、今、始めたわけで、なかなか皆さん、いらっしゃってくださらないんですけど、サマーコンサートを、サマーコンサートじゃなくて、皆さんに参加できる。僕、最初は、ちょっと、ウェイレースの問題があって、すべて証明書とか、そういうのをやって、で、去年は、ふと忘れなかったんです、時間的に、火の鳥を、踊りをつけて、そういうものとか、もう最初からの夢で、変な夢ではどうしてもこれでやって、今までは新規に来てからオペラを振ってないんですよね。で、せっかくこういう素晴らしいところがあって、このオーケストラの上に舞台装置をちゃんと作って、耐震構造付きの、で、そこに子供たちの最後の合唱っていうのを、その小学生の5年生から来年の同一語を勉強してもらって、そんなに難しい曲じゃないんですけど、そこで衣装をつけて舞台に上がって歌ってほしいっていう夢はなんとか人気中に叶えたいなと思ってます。皆さんの応援があると、もしかしたらかもしれませんので、よろしくお願いいたします。ベートーベンになかったら、作曲家の名前が、なかなかベートーベンなんですけど、例えば、僕の場合、ソロミクスにしても、それぞれの曲の中になってるんですが、じっと聴いてみると、何か新しい発見が必ずあるようなプログラムとしてあります。名曲の中の新しい発見と、本当に新しいものを体験できるようなアフタヌーンコンサートなんですが、それを僕は皆さんと一緒に作っていけたらなと思ってます。ありがとうございました。